おはこ料理集、宮本ゆり子。白菜と豚の三枚肉のお鍋。そろそろ夜が、うすら寒くなってくると、家でよくするお惣菜の一つです。白菜を4センチくらいに型を崩さないようにブツブツ切りまして、三枚肉は普通に切ったのを一緒に水をたっぷり入れて、はじめからあんまり強くない日で、長い時間に煮ます。 味は食塩と味の素と胡椒でつけて、一番しまいにほんの1滴2滴醤油を落とします。白菜がすっかり柔らかくなった時、白炊を入れてもおいしいございます。これはスープもたっぷり一緒に飲める分量にして、初めから水を入れておきます。家のお料理は疲れている時には塩もつい余計ということになって、 決まった分量をラジオのように申し上げられません。何とぞ、舌とご相談ください。ピローグ、ひき肉の卵焼き。これは、ロシアで食べたものの真似です。ひき肉をみじんに刻んだ玉ねぎと一緒に炒めて、食塩と胡椒で普通に味をつけ、卵を茹でて、それを細かく切って、炒めておいた肉と混ぜます。別に、メリケンコを、 卵と水でゆるすぎないように溶いたものをこしらえて、フライパンにバターを塗ってメリケン粉を溶いたものを少し流し込んで薄い皮を作ります。その皮の中へ前にこしらえておいた肉と卵の混ぜたものを包んで熱いうちにいただきます。そのままでもよし、卵クリームでもあると大変なごちそうになります。変わり風呂吹き。 これからはよくどちらでも大根風呂吹きが流行ります。大好きですが、どうもごまをかけただけでは物足りないので、一工夫して、ひき肉を味噌、醤油、砂糖で甘辛くドロリと煮て、ごまなどの代わりにかけていただきます。なかなか誰にでも喜ばれます。野菜と肉の入り煮。サラダ菜が好きですが、 生が怖いので思いついたこと、もやしでもなんでも少々の肉類、玉ねぎのいい加減に刻んだもの、それを皆一緒に豚油を溶かしたもので炒め、だしを入れて塩と砂糖、醤油で好みに味をつけ、下すすぐ前にサラダ菜をむしって洗っておいたものを程よく手でちぎって入れ、ぐったりしたところですぐおろします。好みにより サラダ菜の葉が多くても少なくても良いわけでしょう。蕎麦のカーシャこれはお料理の説明というよりは私の長年の食べたい感想を述べるわけですが東京にそばの実の殻を取ったまま粉にしないで丸のままのがあるでしょうか誰に聞いても知らないようですがこの丸いままのそばの実を壺に入れて一晩水につけたものをオーブンで焼いて 柔らかいけれどパラッとしたものが出来上がったところへバターを混ぜたり玉ねぎをバタ炒めにしたものを混ぜたりして食べますと実に軽くていい香りがしてその味はなかなか忘れられませんロシアの家庭でごく普通に作られておりますもしそばの丸のままの実があるものなら一度はやってみたいと思っております読者は日本中にいらっしゃるわけですからもしか そんなそばの実が手に入ることをご存知の方がいらっしゃると思いますので1939年11月。